はい、皆さんついにね、この時が来ましたよ。放送大学ね、私去年の12月の25日ですね、ちょっと日付先確認したら、そうでした。その日に放送大学の、その入学手続きをやったんですよ。どういうことをやったかっていうと、まあ要するにお金を払ったってことですね。放送大学は基本的に出願すればまあ普通に合格なんですよ。出願の資料が揃ってれば合格で、その合格通知もらってて、でその後にその12月25日にお金を振り込んだんですね。最初の、入学金と、まあ、もろもろのなんか事務的なものと、あとその授業料ですね、まあ、合計で10万ぐらいの金額を振り込みました。で、まあ、その動画は、ね、ちょっとリンク貼っておきますので、ご覧いただきたいんですが、まあ、それからですね、約1ヶ月ぐらいですね、1ヶ月経ってないか、今日今撮ってるのが1月20日ですので、20日月曜日ですので、まあ大体1ヶ月弱、ということで、経ったところでですね、放送大学からこういうハガキがいただきました。入学に関する大切なお知らせですということで、まあ、おそらくこれになんかその、パソコンで、その授業を見るための ID とかが、書いてあると思いますので、ちょっと見ていきたいと思います。多分そういうのが書いてあるんだよね。これは一般的な内容だ。こっちか。お、入学許可証。ん？あれか、PC のなんか PC の ID とか書いてないな。ログイン ID。あ、もうあれか、学生番号で見られるのか。あ、そっか。ちょっと待って、これもお見せしよう。ちょっとさすがにお見せできない個人情報的なところだけちょっと隠させてもらうとですね、これでいいかな。はい、こんな感じですね。入学許可証でもお金振り込んだんでね、ゴヤ秀樹と。で、大丈夫、住所に関係するとか書いてないね。大丈夫ね。はい、教養学部、放送大学教養学部の、前科履修生ですね。まあ、一般的な、あれですね、まあ、正規のって言い方あれですけど、科目だけ取るとかじゃなくて、もうちゃんとその在籍してやるっていう、パターンですね。4月から入学ですということで、はい、まだ今ね、出願期間中なので、まだ全然募集もしてるんですが、私多分早い方なので、もうこの今の時点でも入学、ということになりました。で、もうこの時点からもう授業が見られるとかって言ってたので、ちょっとじゃあ実際にログインしてみよう。放送大学はですね、若葉システムっていうらしいですね。その教務システム、若葉システム。じゃあ放送大学の、若葉システム、若葉システム出るのかな。あ、出るね。放送大学システム若葉で、ログインで、ログイン ID は初期ログイン ID が学生番号。学生番号はどれ、学生、あ、これ、あ、これが学生番号か。じゃあこれで入ると、201のトゥ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 と、これのこれと。で、パスワードは、初期パスワードはこれだと。はい、初期パスワードはこれだと。はい、で、ログイン。ん？ログインできないよ。あ、ハイフン除くって、ハイフン入れちゃってる。ハイフンは除く。ちゃんと説明読んでないですね。はい、で、パスワードがこうだと。これで、お、入れた。お、入れたよ。とりあえずパスワード変更しとく。パスワード変更しとくか、一応。まあ、いや、まあ、いや、じゃあ後でやろう。パスワード後で変更することにして。何、これでもう、
右側にあれですね、オンライン授業っていうのがね、ちょっと見せましょうか。ちょっと待ってよ。じゃあすいません、ちょっと手持ちなんで少し手ぶれがあるかもしれないんですけど、今ログインするとね、こんな画面になりまして、オンライン授業っていうところがですね、すいません、ちょっとあのデスクトップ埃が汚いんですけど、このサイトはオンライン、想定、ちょっと画面をいろいろいじってみたらですね、分かりました。放送授業のインターネット配信っていうところですね。ここを押すと、こう、もう各、そのカテゴリーごとに、こう、いろいろ授業が、こう、見られてですね、私これなんですよね。自然と環境コースみたいな。これね、授業全部見られるんですよ。もう生物とか、撮ってないやつでも見られる。ちょっと、入門線形代数だけちょっと。おい、すごいっすよ、ほら、もう見られる、これすごいじゃん。なんかこう、教授の方がいて聞き手のこう方がいるっていう感じですね。お、15回まで1回の授業が45分なんで、あ、結構ね、これ本気出せば1日で見れますよ、これ。え、すごいじゃん。あ、やっぱあれだね、もう関係なく全部見られるね。でも数学以外でも見られる、物理とかも見られる。これ物理って押すと、お、いいじゃん、これ。え、めっちゃいいじゃん、これ。これ、あれじゃん、あの、大人版のスタディサプリみたいな感じじゃん、これ。すごいじゃん。お、いいじゃん、感染症と生態防御。お、いいじゃん、これ、動物の科学とか。あ、めっちゃいいじゃん。非ユークリッド幾何と時空。微分方程式。統計学。これはラジオか。いや、いいね。ちょっとラジオはね、テキストないとさすがにあれかもしれないけど。あ、いいじゃん、これ。すげえ、これ全部見られるんだ。やるね。ちょっと待ってよ。じゃあさ、例えば、心理学とか、心理学も、お、教育学入門も見られるんだ。へえ。いいじゃん。教育、まあ、これラジオか。へえ、教育心理学。もうラジオか。テレビの方がいいな。心理学概論。あ、めっちゃいいやん、これ。心理学とか。勉強すんの。あ、めっちゃいいじゃん、これ。え、めっちゃ良くないこれ。これ、世の中の人みんな知ってんのこれ。ちょっとこれ知らないと損だよ、これ。マジこれ、あれじゃん。スタディサプリじゃん。大人版スタディサプリじゃん。マジで。すげえ。情報コース。あ、いいね。コンピューターの。あ、いいね。これ、ちょ、全部見たいな。人間と、はい、っていう感じでですね、あの放送大学の、この授業の内容はですね、あのもう入学した瞬間というか、入学手続きが終わった瞬間からもう見られるということが分かりました。で、その取ってる科目以外でももちろん全部見られるようになっているので、まあね、例えば数学の科目を2科目だけとかっていうような取り方をしたとしても、それ以外の科目も全部見られるってことなんで、これめっちゃコスパいいですね。数学の科目は私8個ぐらい取ったんですけど、まあ、テストも受ければこう単位とかもあれなんですけど、まあ少なく取って他のあれも見るっていう使い方でもいい、まあそれあんまりでも推奨してるやり方ではないと思うけど、あ、まあでも他のね、ちょっと興味あるけど、その科目取るほどじゃないけどみたいなので、ちょっと見たいなって時にすごくいいですね。これ全部見られるから、福祉とか、すげえ、物理とかもさ、いいよね。小からの宇宙の科学とかめっちゃいいじゃん。中世以前の天文学、近代までの天文学、地球と月、惑星の世界とか、おー、いいじゃん、これ。見てっていうか、もう見ようか、これ。あ、入門微分積分、入門線形代数、量子科学、数学の歴史とかもいいじゃん、これ。古代エジプトの数学、イタリアの三次方程式、これめっちゃいいじゃん、これ。え、めっちゃ良くない？これ。あ、最後和算も扱ってる。へえ。ちょっとこれはさ、世の中の人、これ知らない人多いんじゃないかな。だって数学
YouTube のね、あの界隈の人ってあれだけどさ、放送大学の話してる人全然いないでしょ。あ、これいいね。ちょっとあれだね、あの放送大学ナビゲーターとしてちょっとこれから放送大学系 YouTuber としてこれちょっと広めるべきだね、むしろ。あ、これいいね、すげえいい。初歩からの科学とかもあるから、多分あの高校で科学そんなにやってないんですけどとかって人でも多分これいける感じかな、この初歩のコースとかだと。あ、めっちゃいいじゃん、すげえいい。これこんなにいっぱいあるんだ。解析入門とかもうあれだよ、二変数の微分積分とかさ、正級数、公式の積分定理とか、複素関数論の、てかローラン展開とかもあるじゃん。でもこれラジオか、これはちょっとテキストがないとあれだけど。あー、すごいな、微分方程式、変数分離系、完全微分系、数理モデル、二回線系。あー、いいじゃん、フーリエ係数とかもやってるよ、すげえ。解の存在定理、こうしっかり作っていいじゃんこれ。解析入門、線形代数学、あ、これラジオか。規定の変換、三角化、行列標準形、ジョルダン標準形、二次曲面の標準形、まあ一通り。あ、めっちゃいいじゃんこれ。これね、世の中の人もっと知るべきだよって、まあ勝手にそんなに知られてないっていう決めつけだけどさ、でもそんなに知らないんじゃないこれ。あるの、すげえじゃん、いいねこれね。教養深まるよね。俺科学とか物理とかさ、ちょっとやっぱ高校で履修してなかったから、そのなんか苦手意識が、なんかコンプレックスがあるんだよね。なんかちょっと これでなんか大学受験の参考書をやるでもいいんだけど、こういうやり方の方がなんか続きそうだな、人が話してくれる方が。わ、すごい、これ心理学とかもいいね。交通心理学とか、乳幼児心理学、はあ、社会心理学、心理カウンセリング、思春期の心理臨床、教育のための ICT 活用とかあるよ。へえ、すげえ。へえ、すげえこれ。え、マジすげえ。え、めっちゃいいじゃんこれ。あ、ちょっともうこんなもんにしときましょう。はい。ということで、放送大学のこの入学許可が、来ましたよって話と、あのもう授業全部見られるようになりましたってことでね。ちょっとこれ最強の翼を手に入れたっていう感じですね。はい、ちょっと一旦もうこれで切ります。はい。